マゼンタのバトルクラフト。チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マゼンタです。やっとまた鉄が集まりまして、溶鉱炉をレベル上げれますので上げていきたいと思います。いきます。上げれました。すごい、やっと3つになったよ。とりあえず今のところ銅しかないので作っておきます。よし、上げたので重要ミッション85かを受け取ります。受け取りました。あ、10の5で1回勝利しよう。受け取ります。あ、ストーリー見れます。いきます。見ます。あー、そっか、金狼刺されちゃって。今だ、銀狼橋を切り落とせ。いや、まだ私がならん。離せ父上、バカ者。すごいなー。うわー、こんなあったよね、アニメで。なんかすごいな、村人のためにここまで覚悟決めれる勤労っていうか、うん、そうだよねー。お兄ちゃんを見殺しにするのっていうこの気持ち。あ、そっか、お腹刺されちゃってるからね、今の医療じゃってことだよね。できないよねー。そっか、やっと、なんかやっと千空登場したって感じなの、前回から続くと。前回出てないんじゃないかな、前回のストーリーは。鉄の盾に怪しげなもん突っ込んで、あ、鉄の筒にね。あ、そういうことか。元頑張って。村の一番の力持ちってマグマちゃんだよね。敵に投げてよ、この石、思いっきりね。あ、当たるわけねえだろ、このもの。わあ、すごい、本当に誘導するの上手だよね、元って。わあ、すごいな、本当に演技派だよね。ゲームは敵に回したくないって本当に思う。でもこういうの作っちゃうのすごいな。この村はね、銃が完成しちゃってる。本当すごい演技だったよね。さすがこうテレビ出てた人って感じ。さて、俺も逃げないとだよね。とはまさか君が噂の、そうかそうか、まだ氷河は千空のこと見てなかったんだもんね。うんうん。きっと大喜びですよ、司くんも。あ、目見開いてる。氷河が目見開いてる。ああ。わあ。全面戦争が。あー、ここで来るんだ。うわー、本拠地レベル。わかりました。あ、やった、溶鉱炉のやつでまたジムがもらえた。あ、でも鉄20個くれたの嬉しいな。そういうことね。わーおー、鉄も鉛もいりますね。鉛ってどこで手に入れるんだっけ。あの、あれだよね、あれ、編集中に名前調べたんだけどな。宝炎鉱です。やっと読めるようになりました。漢字苦手だったんだなって思った。山か、そうだね、あの
ガラス作る時の素材を取る時にこれも一緒にみたいな感じだよね。じゃあこっちもだよね。河原に行かせつつもこっちも集めつつって感じか。あ、それかバトル報酬でどっちが効率いいんだろう。バトルで包囲網が確定で取れるやつってあったっけ。あったっけ、なかった気がするな。どうなんだろう、全然包囲網ないんですけど。ないですな。ないですね。マジですか。じゃあどっちかっていうと、まず包囲網を作るために、鉛を作るために包囲網を取りに山に行かせて、でその間は鉄取るために、砂鉄取るために 8の6ぐらいがいいかな。が2個取れるからね、2個取れる可能性があるからそっち行かせてみたいな感じだね。じゃあとりあえずちょっとメインバトルも来たのでやってみたいと思います。いけ。上出来じゃねえか。始まりました。100億万点やるよ。あ、1000個のレベルが上がった。すごい、なかなかでも強くなってきましたね。面白い。上出来じゃねえか。始まりました。100億万点やるよ。おお、砂鉄が2個ももらえた。覚醒石もらうよりちょっと嬉しんでるっていうか、嬉しくなっちゃってるっていうか。 OK。 あ、どんどんこう進めますね。よし、このまま。上出来じゃねえか。勝ちました。嬉しい。おー、すごいすごい。お、多分ここまでだな。ちょっとここまで頑張ってみたいと思います。上出来じゃねえか。勝ちました。嬉しい。お、え、自然道も手に入るんだ。あ、ガラス作れるかもしれない。嬉しい。おー、89まで？え、どういうこと？ 80… わー、2個もあるよ。多分これ本拠地レベル上げて、その後にお食事どころを上げてみたいなってなると思うから、うわー、頑張んなきゃな。とにかく鉄作んなきゃって感じなのかな。鉄作んなきゃ。こっち何だったっけ。あ、まあそこまだ分かんないのか。わー、いっぱいもらえる。今どんくらいだっけ。今が2860だから、おー、3460、500ぐらい増えた。嬉しい。わー、ちょっとまた本拠地レベル上げようか。鉄よ鉄。あ、そっか、ちょっと今時間かかってるけど、まだまだだしな。鉄ですよ。そうだな、やっぱ8の6とかあって鉄取りまくるか、もしくはもうほんと司帝国の先兵で、割りかしね、あんまりその割合的な問題なのかわかんないけど、取れなかったりするんだよね。毎回必ずもらえたらいいけどね。まあこんな感じで鉄が欲しいマゼンタですが、今回も一緒にストーリーが見れて
楽しかったなーっていう人はチャンネル登録、グッドボタン押していただけるととっても嬉しいです。それでは。